園芸ラボです。今日は1回使ったプランターを土ごともう1回利用するということです。で、大事なことは前提がございまして、そのまま何もかもそのまま用土もプランターもそのまま使い回しできるということではございません。大事なことは違った仲間の植物を2回目に植える、2つ目が生の、例えばこの前植えた植物の残さとか草とかね、そういったものは極力抜く、そして土を天地返しして有機物を補給して、その際に出てくるコガネムシの幼虫とかそういったような害虫は極力見つけ次第取り除く、この3つをやっていただければある程度制約はあるにしろ再利用が可能です。今回はどなたにも利用できるというか、優しい、そもそも開花するだけの養分を持っているチューリップの球根を植えるということをやってみたいと思います。この場合前作はパンジーとビオラでした。で、パンジーとビオラが終わった後そのまま抜いて草が生えたまま放置したやつを草取って使うという形になっています。はい、こんな感じです。このように一見全然チューリップと関係のないような草でも、生の有機物が自分の今から生えてくる植物の根の根域、根の伸びる範囲の中にあると害を与える場合がたくさんございます。ですから有機物とか草とかは極力取り除いていく必要がございます。中にこういったような根を食べるような害虫がいたりする場合はそれは捨てます。荒起こしが終わった段階で有機物の、例えばこういったような堆肥を使います。ただし気をつけていただきたいのは、堆肥を入れればいいというものではございません。だいたい容積比で限界値が2割ぐらいが限界です。これ以上多く入れてもかえって生育が悪くなります。ですから2割ぐらい、だいたいこれですと、これのウォータースペースのちょっと手前ぐらいまで入れる形になりますが、これだとウォータースペースがなくなってしまうので1割ぐらい、ちょうどこのウォータースペースの半分ぐらいのところでとどめます。で、緩効性の肥料を入れたいと思います。だいたいこれは65センチプランターの3個分ぐらいですから、ここに 150g の緩効性肥料を入れる形になります。ただし球根ですので 100g ぐらいでいいと思います。攪拌します。マグアンプ系は根に触れる場所に肥料がないと効きませんので、なるべく土の根に入る部分にすき込むように入れます。これで1日置いて明日チューリップを植えます。はい、1日冬の寒さに当てました。天地返しして、あの寒さに当てて、それを今鳴らしたところでございます。ここで早速チューリップを植えていきたいと思います。チューリップは自分の球根の大きさ、高さの3倍の深さのところに植えるということになります。ただプランターの場合は3倍の深さのところで植えても、あの根の伸びる場所っていうのは極端に少なくなってしまうことがあるので、そこまでいかなくて結構です。プランターの大きさに応じて多少増あの変えてもらって結構です。そこまでか関係あの考えずあのお願いしたいと思います。今回はだいたいもう40センチぐらいあるんで、普通通り3倍のルーチンでやってもらえば結構です。まずバケツに肥料を混和して混ぜ終わった土、ある程度傘を取って植え付けの深さを加工してもらいたいと思います。並べてみましょう。だいたい5センチ間隔で球根の
葉っぱの花の出る向き、だいたいこの扁平なら扁平という形で、扁平なら扁平という形で向きを揃えて植えてください。葉っぱが綺麗に揃います。真ん中は地取りにします。葉っぱが少しでも重ならないように、見栄えのいいようにしたいと思います。約40球植わりました。ここで先ほど取り除いた土を入れたいと思います。縁取りにムスカリを入れたいと思います。ダブルデッカーで植え付けの深さを変えてあります。慣らしてからここからが大事なことです。去年の土をそのまま、前作使った土をそのまま表層にしておくと草の種がものすごい落ちてます。ですから表層に引く5センチか3センチぐらい引く土は必ず新しい土を使ってください。これだけでもだいぶ草が違います。下の層と混じらないようにお願いします。出来上がりました。春には園芸ラボ来ていただいたら、この真っ赤なチューリップが咲いてると思います。皆さん、ぜひこの結果を見に来てください。またねー。